少しねトロっとしてきます。でね、こうとろみがちょっと出てくる。ニンニクの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。はい、始まりました、キマズクッキング。ね、今日やる料理はね、じゃじゃーん、ニンニクですよ。ニンニクマン参上ってことで、まあとりあえずニンニクを食べればもう元気いっぱいですよ。とにかく免疫力上げるのはもうニンニクなんでね、とりあえずこのニンニクをじゃあ大量に食べようじゃねえかっていうところで、今日はね、もう無限ニンニクです。もう無限にニンニク食べちゃうやつをやっちゃいます。はい、じゃあ早速調理スタート。はい、ニンニク今日はもう4つ使います。はい、これでいきたいと思います。材料これだけです、なんと。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。さあ、じゃあニンニクなんですけど、まずこれ皮むくのが超めんどくさいよね。ってことで、じゃあどうすればいいのかって言ったら、ここをざっくり切ります。よいしょと、よいしょ、こういう状態でね、切っといてください。で、まあこっちの方は取っといて、スープなんかに使ってください。でね、このね、こういう感じで、よっ、まあ多少ばらげてもいいから、こういう状態ね、でやってください。でね、まあこう、まあなんだったらこうちょっとばらしてさ、でさ、この部分、要はここはこう切り開いてないとダメなのよ。だからこう、こうやってバサッと切ると中の部分こうなっちゃってるから、ここの部分はこう切って、とにかくここをこう、あのちょっと出てる部分が感じね。だからこういうなってたら、こうこれ、ここでこういう状態にしてね、うん、必ずね、よし。で、まあとにかくこれはバサッと切るとね、よし、こういう状態でいいでしょう。はい、そうしましたら、これをまあこういうあれでもいいんで、こう少しこうバラしてもいいよね。で、こういう状態でもう適当でいいから、まあバラさない方がやりやすいか、まあいいか、まあ、これでまあいいの、どのみちこれでこういう状態で、あのこう平らにして、こういう状態で、このラップしないでいいから、このままね、あの電子レンジで加熱します。で、電子レンジこう押し込んで、とりあえずね、この感じだと、600ワットで2分でちょっと様子見ます。さあ、温めてる間にね、まあタレ作っちゃいますね。いきますよ。で、ここでね、いつもの黄金比率をやるわけなんだけど、まずね、まあまあちょっと待ってね、まずお醤油2杯ね、2対2の法則はここでも生きてくるんだけど、で、そのみりん、よいしょ、はい、で酒ね、これはいつも通りの、あの2対2の法則を使って、まずここまでは基準値なんだけど、で、ここでいつもね、甘み入れるとき砂糖を使うんだけど、今回に関しては蜂蜜ね。で、もし蜂蜜苦手な人がいたら、砂糖って全然代用できますからね。でもこれに関してはちょっと蜂蜜の方が相性がいいんでね。で、それでこの蜂蜜を、じゃあね、いつもは 0.8 ぐらいになるんだけど、これ甘みがいいのよ。なんで蜂蜜を大さじ1杯、あの蜂蜜は大さじ1杯と半だね。で、ちょっとね、これ甘みの方がうまいんですよね、これに関してというかね。なんで、まあお砂糖でも同じなんだけど、今日はこのこれで、はい、じゃあこれで今日の奇跡のタレの完成です。よし、はい、そしたらね、はい、じゃーんと取り出してみると、こんな状態になってるよね。そうするとこういう状態で、ほら、加熱することによってここに水滴が溜まって、こうやってね、ニンニクがね、簡単にね、こう無限の、こうやってこう笑っちゃうでしょ、これ。ほら、これさ、手で剥こうとしたらさ、めちゃめちゃ大変じゃないですか。あの爪痛くなっちゃうし。だからちょっと加熱することによって、こういう風に簡単に剥けるんですよ。この技はね、いろいろ使えるから便利だから、皆さん覚えておくといいですよ。でね、今こうやって分量がね、多いから、ちょっとギリギリかな、もうちょっと加熱してもいいくらいだけど、そうするとね、火が完全に入っちゃうから、こうやって剥いていくのね。ね、楽ちんでしょこれ気持ちいいしね。これで全部剥いていきます。はい、よっしゃい、全部剥きました。わ、思ったより少ないな、これ4つ全部剥いてこの分量ですよ。まあまあまあいいでしょう。じゃあこれ、じゃあ早速仕上げていきたいと思います。よし、じゃあ早速仕上げていきたいと思います。ということで、今日は、はい、毎度おなじみ切れてるバター、バターロネロっていつも切れてるバターを使っていきますよ。まあ、ポンと入れて、そしたらこの、もうめちゃくちゃシンプルだけど、今レンチンかけて剥いたやつね。で、だから多少ね、レンチかけてから少し火は取ってる部分あるから楽なんだよね。うん、なんでこれポンポンって入れちゃおうね。はい、それでね、このね、ニンニクとこのね、単純なんだけど、このバターのこのシンプル構図最高なんだよね。でもうこれほんとシンプルに塩コショウでもうまいですからね、この同じやり方で。で、ある程度この
もしかしたらなんだけどね、ニンニクをね、まあ、2分ぐらい加熱したけど、3分ぐらいやって、まあ、しっかりここレンジの段階である程度火入れちゃってもいいね。これ半分ぐらい火取ってる状態だから、全く生の状態でやったら もっと大変なんだけどね、レンジである程度火が通ってるから楽ですよ、うん、こういう状態でバターを回していきますね。でこのニンニクとこのバターですよ、うん、もうこれだけでもう本当にねすごく美味しいんだけど、でコロ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 やっていくわけですよ。とにかくねニンニクを食べてれば本当健康にはいいと思いますよ。やっぱりね僕ね体調悪くなるとねニンニクこういうの作ってもう大量に食べてるんですよ。実はだから元気っていうのはあるんじゃないかなって自分で思ってるんですけどね、うん、まあニンニクとかねお酢とかやっぱり体にいいものをねどんどんね取り入れて薬とかに頼んないでこういう食べ物でね体をこう丈夫にしていくっていうのがまあいいんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですけどね。でこうやってコロコロやっていくとほらこういう状態でこういい感じにこう香ばしさが出てくるんですよね。そのバターの香ばしさプラスこのニンニクが焦げて少しこうなんていうのかなこの香ばしさこれが大事になってくるんですよ。この香ばしさがね非常にね美味しい、うん、これをつけるためにこうやってコロ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 入れ上げるわけですよ。はい、こんな状態見てください。これでね電子レンジ加熱してから中にはある程度もう火が通ってます。そしてこういう状態でもうしっかりねいい感じの焦げ目ができました。はい、そしたら先ほどのタレこれね、はい、この奇跡のタレを、はい、流し入れます。そしたらこのタレにはお酒とみりんが入ってますよね。だからこうアルコール分が入ってるからこれをと飛ばす意味合いもあって少しこうやって加熱していくとそうするとねアルコール分が飛んでねそれとその、まあ、蜂蜜の効果で少しねとろっとしてきます。でねこうとろみがちょっと出てくる感じになるんですよ。ちょっとしばらくやっていくとね。でしばらくコロコロやっていくとこんな感じでね少しこうとろみが出る感じこんな状態になりますよ。はい、もうこれで完成です。はい、そしたらね、出来上がったニンニクちゃんをご飯に盛り付けて、はい、しょっと、はい、おいしそうだね。よし、こんな感じで盛り付けて、でね、仕上げにね、まあ、このままでもいいんだけど、これにすりごまなんかもすごい合うから、ごまもね、体にいいから、こう、まあ、すりごまなんかもこうやってこう振りかけてあげて、ね。はい、いい感じだね。はい、こんな感じで、はい、完成しました。今日の簡単料理ね。はい、研磨式、はい、無限ニンニクの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、これだよ。どうです、このテリテリ具美味しそうだよね。じゃあ早速、これを食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もうめっちゃおいしい、へへへってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。いやー、このとろっとしたタレをね、こうやってこう絡めてさ、ごまとさね、こういう状態でこれ食べるんですよ。ふんふん、これもうめちゃめちゃおいしいすんごいね。これ食べたらもう全員元気になりますよ。あと後引く美味しさ、もう本当に美味しい。これもっとごま入れてもいいな。ちょっと待って、ごま足んないよ。ごまさ、もっと大量に入れていい。これ本当にごまと相性めちゃめちゃいい。で、まあここまあお好みだけどね。まあね、こんな感じでね。ごまはたくさん入れちゃって大丈夫。で、これでね、こう絡めながらさ、このタレとごまとニンニクだけなんだけど、半端にうまい。ホクホクしてて、まあね、この料理作ってたらもう本当にね、いくらでもね、ニンニク食べれちゃう。食べ過ぎたらね、まあちょっと、まあ鼻血ブーになっちゃったら困っちゃうんで、まあある程度でいいと思うんだけど、まあこれぐらいの分量、本当本当にね、知らない間食べちゃうぐらい美味しいんだけど、まあ当然ね、ニンニクだから匂い気になる人もいるだろうし、まあね、こんだけたくさん食べるとちょっとね、あれだっていう人もいると思うんで、元気になりすぎちゃって困っちゃうってね。なんで今出来たてめちゃめちゃ美味しいけど、これってね、冷めても美味しいです。なんでこのままね、ちょっとこうタッパとか綺麗な瓶に入れてね、これぐらい作っといて、まあちょいちょい食事のためにちょっとずつ食べるっていうのもおすすめですよ。でこの状態で綺麗な煮沸したね瓶に入れて保存しとけば1週間2週間持ちますから。全然その食事のために、健康のために1個2個こう食べる、そういう習慣つけてもいいかと思います。とにかくニンニクはね、皆さんご存知のようにね、健康のもとですから、もう体の中から免疫力高めてくれる力はもう皆さん知ってると思うと、めちゃくちゃあるので、こういうのをね
じあのしっかり活用して、皆さん体の中からね健康になってきたらいいんじゃないかなと思います。ってことでね、今日のこの簡単料理、ケマス式超簡単、無限ニンニク、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。